皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日、2023年11月の21日、午前11時32分、まあ明け方の出来事を少しお伝えしておきます。これは総理内閣、文部科学庁、特に科学関係のところ、まあ、メーカーも含めてですね、 NEC、富士通含めて、まあ、スーパーコンピューターによるサイバー攻撃なんですけども、やっぱり意図的に夢も見せられるみたいですね。明け方4時ぐらいに、まあ、昨晩寝たのが12時過ぎなんですけども、まあ、それもごちゃごちゃ電波で言ってこられる中、まあ、寝て、で朝の4時ぐらいに無理やり起こされてる。でそれはグレイ、まあ、夢の中で出てきたのは、まず見せさせられた夢はグレイの、まあ、皆さんが出てきた夢なんですけども、まあ、かなり変な夢ですね。会話らしい会話があんまりなくて、まあ、ただただ仕事の話ばっかりで、テルさんはずっと歌ってるような状況の、すごく嫌な感じがする。まあ、それで無理やり起こされて、その後電波で、テルさんの声をずっと聞かされて、それが朝の10時だから、まあ、寝るときは睡眠薬飲まなかったんですけども、まあ、それで起こされてるから、睡眠薬を飲んでると、飲んでもう一回二度寝すると。もう精神的にはだから政府の悪さとか全てバレたら困るから、精神的に壊そうとしていた。もう仕込み自体がもう全部バレてるところですから、医療業界と警察官がどれだけ悪いことをしてきたか、建設業界と組んでね、建設業界で働いてた人間が結局警察官とかになったりしてたんですから、だからもう全部切り離さなきゃなんない、繋げちゃダメ。そういう風なところで働いた人間絶対警察官になったらダメだし、公務員になってもダメ。だから街づくり課はいらない。今日も今日じゃない、昨日かな、岡場駅の、ロータリー近辺のところで、まあ、植え込みされてたものを伐採したりだとか、まあ、そういうふうなことをしていましたね。あと道路工事みたいなことも。あ、それはちょっと写真で、撮影しておきました。それはやめてくれっていうことを言ってるのに、エネルギーの無駄遣いだから。だからその淡井圭介をなぜ封じるような動きで設定されてるんですよ。総理が認めてるのに。淡井圭介はテレビ向かって喋ったりしてもいいし、電波にへの攻撃は淡井圭介に向けてしちゃダメじゃん。無理やり起こしたりしたら。で、今日の朝から撮影行く気なんかないから、足しんどいから。この間日曜日歩いたところ、とんでもない距離を。それは体力しっかりと寝ているからこそ撮影に行けるものであって、睡眠妨害をしてくるところは撮影を、阻害しようとしているところ。政府はもともとオリンピックっていうものを認めてしまった。今後オリンピックを認めちゃダメ。河川水門開閉式ダム発電とか自然再生可能エネルギーの普及を阻害するから。で、この辺のところが法令線みたいなところが、今先ほどその政府のところを言い始めたらこうなった。違う、違法行為してるのは政府や。法の悪用、エネルギーの残存量問題をしっかりと考えるとそういう結論になる。いつまでたっても削除しない、自民党の不甲斐なさ、だらしなさ、あと立憲民主党にしてもそういうことを述べてない。マニフィストの公約として、例えばラリーレースを自動車メーカー、日本の自動車メーカーには関わらせないとか、そういうふうなことをしっかりと述べなきゃならない。選挙で結局票が動いてるから、自分たちの賃金当選そういったところがあるから、どうしてもそういうふうな形になる。全員お金がかかって自分の生活を優先するが故に正しい行動ができていない。で、そのまあグレイのその夢を見さされたあと、グレイのそのテルさんの声を聞かされてるんですけど、もう一人女性の声を聞かされてたんですけども、電波で。その名前、
が思い出せない。まあもう一度二度寝したっていうのもあるんですけども、まあ、それでも今日もしかしたらトータルで7時間寝れたかもしれない。あくまでもそれはかも。で朝から子供が廊下を走って階段を降りていく音を聞かされてるんですけども、多分本当に子供が走ってる。だからスポーツ業界関係者か建設業界関係者か、まあ、その類の人間がここの住宅に来て、無理や淡いケースが起こして、自分たちのスポーツの勝ち負け勝とうとしていた。な結論は絶対こうなる。いらないそのような人間とそのスポーツの競技。そいつらにスポンサー料金を払ってたところが淡井圭介を殺そうとしていた殺人未遂犯ということになる。実質的に子供廊下を走らせたりしてた例もそう。もともとここの住宅で決まってるから廊下走っちゃダメだよって。でそれも多分7時台ぐらいの時間帯だから走る必要はない。階段を降りてから走っていったらええから。何回も同じこと言ってる。で有馬警察署の人間に見せて、有馬警察署の方からどうせここの住宅に本当に住んでる人間かどうか分からないから、嘘おじに出てきたところなんか一回も見たことない。高金ね、ここの住宅の人間かどうか分からへん。無理やり起こしてスポーツの勝ち負け取り組ませようとしとった連中じゃないの。負けろ、いらん。23時から朝の9時までのスポーツの時間帯日本の代表戦必ず負けろ。逆に淡井圭介を眠らせとけ。命令口調で言っていい。法廷で原告側が叱っても相手が怒ってもいいっていうことは認められてる。裁判官が認めてる。当たり前や、危害加えられとんねん、正当防衛や。で今日の夜のサッカーの、試合の時間帯が23時以降なんですだったと思いますけども、一応それは取り組みます、今のところはね。だけども未だにずっとそういうふうに意図的に、夜中とかに時間を組んでくるっていうのは不正な行為だと、これはFIFAは認めないと。淡井圭介には実力ある、法的にも。いろんなことがバレたら困るからでしょ、FIFAが。心当たりあるでしょ。阪神・淡路大震災があったのに、FIFA がワールドカップ、日韓ワールドカップで4万席以上の席じゃないと、主催を、試合することを認めないって言ってたんだから。で、神戸ウイングスタジアム作ってるの。もともと、神戸市西区の、スタジアムを席増設したらよかっただけ。そこも3万何千席あるから。もともと、綺麗なスタジアム。1980年代ぐらいにできたんじゃないかな。何がしたかったか。神戸町づくり課からの出身の笹山市長だ。笹山市長という人間。笹山という名前。笹山市ではない。地名の方の。神戸の市長が笹山っていう名前だった。そもそもその時点で一回名前変えた人間かもしれん。バレんようにって思う。阪神・淡路大震災の時にしなきゃならないことは、新しいスタジアムの建設でも城の再建設でもなくて、勝手に崩れといたらええ。城なんか後で直したらええねん。直したかったら。ただしそれは国民に問え。みんなの税金使ってしていいですかって。エネルギーの残存量問題もワンセットや。建設業界とも癒着や。建設業界側から公務員として出てきと、その人間は笹山市長だった。神戸市長、クズ中のクズや。言って、そいつらがしてきたことは法の悪用や。で、批判もその辺のところバレたら困るから、損害賠償金払わなあかんから、スタジアムの建設費用や。批判が払わなあかんに決まっとるやろ。席数なんか身勝手に決めんな。一回決めと、インターネットからその内容消したりしたんちゃうか。正直に書いとけよ。1995年、それぐらいの頃にはもう日韓ワールドカップ決まっとったような水面下で。
それに合わせてスタジアムの建設始まってるんだから。とにかく政府が動いて、スーパーコンピューター、世界中のスーパーコンピューターも淡井圭介は23時から翌朝の9時まで絶対起こしちゃダメだって、それ以外の時間帯も電波で攻撃しちゃダメだって設定しなさい。これはもう公開してる。これしなかったら自民党が淡井圭介を殺そうとしていたっていうことになる。総理が自民党なんだから。結局はこういう結論になる。淡井圭介が危害加えられてる件をずっと言ってる。前の日も睡眠時間4時間ほど、その前の日も睡眠時間4時間ほど、殺す気でかかってきてるとしか思えない。全員殺人未遂や。で、淡井圭介の母親は殺されと。で、今日の朝春山整骨院に集まってきた連中、撮影始めなかったらずっと大きな声でおはようございます、おはようございますってドアをたたく、閉めよう。で、お疲れ様ですっていう男性が朝の9時ぐらいに来てる。で、その後9時過ぎぐらいから、10時までの間でそいつらが何回も何回も老人連れ去って、春山整骨院に連れてきて、税金使ってエネルギーを大量に消耗して、車だから連れてこんで自宅で生活しといてもらったね。で、どうせ警察官が組んでしまっと。淡井圭介が有馬警察署に何回もその件言いに行った。春山警、通報でも言ってる。春山整骨院の件。一回建物解体しよう。有馬警察署の人間もそれ知っと。もともといた人間は。なお総理、岸田さん、しっかりと対応してください、早急に。ね、これ、皇族に会われたら困る連中が結局そういう風に動いてるんでしょ。表立っての話で言うと、武田恒康さんが、補佐人、参加人、補佐人みたいな形で呼んでくれたらいいっていうことを言ってた、そこまで言って委員会で。淡井圭介の裁判の件でね。だけども自分から率先してこない。だから正直皇居行って助けてくれる保証なんかどこにもない。で、武田恒康さんが淡井圭介を助けようとしなかった場合のケースを考えると、最初から皇族は淡井圭介を盾にしようとしていたっていうことになる。答えはもう最初からそういうことになる。いまだに河川水門開式玉発電も地下水流トンネル発電のことも詳しく自分で勉強しようとして覚えようとしていますか、皇室の皆さんが。各大臣が。何回も言いますけども、誰です？神戸市議団の政務調査官。その人間に河川水門開式玉発電と地下水流トンネル発電の話をしに行って、誰が自民党はしないって言った。自民党の人間も数は多い、国会議員の中に。何か支援とか何かあったんじゃないのか。それが訴えられたら困る。お金を持たせたら彼のことだから、そのお金で切手代とか訴訟費を払って世直し改革に動くって。で、それで断ってきた裁判官、他国の人間に請願法の陳情で訴えて、その裁判官を正していく。
そういう行動に彼は出るんじゃないのかって思って、自分の保身のためだけに国会議員になった人間何人おんねん。どうせそいつら喋らん、素直に認めん。行動や、行動で決まんねや。最終結論は淡井圭介の横通り過ぎて何も助けんかった連中は全員そうや。ちゃんと電話かけろ、法廷で決まったことや。淡井圭介の場合は電話をかけても皇居の前に繋いでくれない、皇室の人たちに電話を。で、断ってきた人間は髪の毛染めてるばあさんや。兵庫県警の中で仕事しと。皇室から髪の毛染めとる人間なんか出すからや。淡井圭介が桃源郷で働いていた時に来たやろ。もう来るな。間違えたメッセージを与えすぎや。髪の毛染めても良いっていう。文部科学大臣を下ろした。2ヶ月前に宣言した。で、総理はそれに答えてくれた。もしかしたら立憲民主党の人たちとかは下ろしてくれたのかもしれない。もしくは元議員とかで大臣とかを務めていた人が下ろしてくれたのかもしれない。とにかくコンピューターの設定正しく設定してください。家の中見ないこと。淡井圭介の自宅の中を映像で見るのは淡井圭介の自宅の廊下とか春山整骨院とか、あと半径100メートル以内に入ってくる人間、有野大地タウンハイツのそいつらに対して来るなっていうことをしっかりとコンピューターが作動して伝えること。だから、もともとはそういうルールがあった。だから、ここの住宅内とかを借りて、いろんな人間が出入りして、スポーツ業界は金を引っ張ろうとしていた。これが答えなんとちゃうか。あとはそこに参加して、各電話会社だとか、そういうふうなところが、ソフトバンクの部長が捕まってたニュースなら流れた。そいつは、ジャニーズか。確かジャニーズだったと思う。テレビに出てきている。まあアイドルグループや。楽器演奏しとるところが見たことない。ソフトバンクらコンピューター系や。そいつらもどんなことしようかわからへん、電波で。なぜなら川崎宗則、元ソフトバンクの。警察官として有馬警察署に来て、淡井圭介がオバマ大統領の件とかを言ったら、それを信用しないで病院行くって小声で言い始めた。川崎宗則ですぐ捕まえろ。通報や。そして警察官にさせるな。公務員も無理や。そいつはもう、どうせ警察官として医療関係と癒着しと。淡井圭介の言った通りに全員がしっかりと稼働しなかったらどうせ滅びる。エネルギーの残存量までは何回も教えた。覚えてない人間は悪い。あと春山整骨院のそう老婆の連中、それで淡井圭介に向かって無理やり声かけてきて淡井圭介が顔取ってた節がある。もちろん取り返してるけども、
もうそれ腹立たしい。で、イライラさせてきよう。で、それはそいつらが訴えられたら困るから、精神病院行きにしようとして、画策して行ってる。これでも結論つけなあかん。行動や行動やって言うてたよ、警察官が、有馬警察署の。最終的に決まるのは、自分たちがそれ認めんでどうすんねん。人に認めることばっかり求めて。で、元議員も警察官になんな。無理や。もう公務員に絶対なったらあかん。以上。